スクービートゥーのトーキンリズム&ブルース。はい。はい。ということで。はい。リモート収録ですね。そうですね。行ってます。これ、リーダーは、はい。ギターのレッスンも、うん。このズームでやってるってことだよね。そうです、そうです。そうだよね。うん。いや、なんかね、先週の、うん。このポッドキャストの放送をちょっと自分で聞いてたんですよ。はいはいはい。そしたら、うん。俺はちょっとズームに慣れてないなっていうね。おう。感じあったね。どういうことですか、それは。なんつうの、こうほら、会話するじゃない、うん、こうやって。はい。で、やっぱちょっと時差があるじゃん。うん。いわゆる、リアルタイムとはもちろん違うし、うん。多分、テレビ電話とかよりもちょっと時差ある感じするんですよ。ああ。なんか。うん、うん。うん。だからね、こう、なんかね、受け答えがね、うん。なんかすげえ俺焦ってるやつなんだよね、なんかね。だからほら、リーダーほら、慣れてる。多分さ、ズームでさ、レッスンするときもさ、うん。相手のこう、ほら、話とかも聞いたりするわけでしょ。会話するわけでしょ、やっぱ。そうそう、ズームは、こう、うんうん、同時に喋っちゃうと消えちゃうんだよね。なんか消えちゃいやすいんですよ。だから、できるだけこう会話を、声を被せないようにっていうのは、うん、もう職業病ですね、これね。一月も経ってないのに。痛みつ、そうだ、すっげえ慣れてんなと思って、なんつうの、ちゃんと待ってるわけよ、うん、俺の言ってることを。スポットを作るっていうかね。そう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 、スポット作る。やっぱ専門用語だ。ズームとスポットはワンセットだから。今の時代。ズームがスポットみたいなもんだから、ね。ズームはスポットだから、これ。これからの時代。そう、なんかね、俺はだからちょっとスポット作れてなかったなと思って。これ、いつものさ、会話のペースで行っちゃうからさ、あれ？そう。もしかしてリーダー、これ、別に話すことないのかなと思って、うん、これがバンバンこう行っちゃうと、うん、待っててさ、スポット作ってた時間だったりするから。そうなんです。ああ、これはやっぱね、これね、さすが慣れてらっしゃると思う。いやいや、これね、これからの時代の、まあ、スタンダードになりますから、これ。うん、ね、スポット作るって、ね。スポット作るっていうのは。お互いのね。ええ。そう、だからね、今週はちょっとね、俺もスポット作ってこうかなっていう、ね。いやー、いいじゃないですか。そんな気まんま。いいね。やっぱりこれもさ、リモートも、もう4回目ぐらいかな、うん、なってくるから。あ、そうかもね、そうだね、それぐらいになるね。うん。まあ、で、このね、他の方もこういうやり方で撮ってる方いっぱいいるみたいだから。まあ、そうだね、テレビとかもそうだし。うん、そうそう。うん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 。新たなスタンダードに なっていくんじゃないでしょうか。なんかね。ねえ。だね、先週のダスの放送聞いてて。うん。やっぱりこれちょっとバリーホワイト聞かないとな。バリーホワイト。なりまして。76年メキシコライブ。そうそう、メキシコライブ。うん、見ましたよ。メキシコライブ76年です。76年。その多分リーダーが言ったやつだったんだけど。うんうん、すごいでしょ？すごい、いきなり、ね。でもあれテレビショーだね、多分ね。そうだよね、多分そうだよね。うん、うん。ね。最初、ほら、さ、リムジンがガーってさ。そうそうそう。ね。そう。多分あれ別撮りなんだと思うんだけど。うん、うん。横付けして、で、会場に入ってく手で、うん。で、始まってっていうあれで。うん、うん。で、確かにね、もう、一曲目から、うん。濃厚に行ってて、どうなるのかと思ったら、二曲目も濃厚に行ってましたよ。だからやっぱり、ね、一番最初に、一番大きいインパクトのあるネタを持ってきた場合は、やっぱ、うんうんうん、最後までそれで押し切ればいいんだね。一つのさ、特に、うんうんうん、エンターテインメントの一つの答えをさ、バリー・ホワイトが示してくれてるよなっていうね。そっか、同じでもいいんだっていう、ね。同じでもいい。なんかね、やっぱ、インパクトが強ければ強いほど、まあ、うんうん、それを最後まで押し通すっていうね。下手な小細工よりも。もう、うん、ストレートしか投げない、投球ピッチャーみたいな。そうそうそう。最後まで全力投球でいいんだなっていう。ね。でね、それで、うん、あれ40分ぐらいじゃないですか。うんうん。で、あれ急にパンって終わってさ。ああ、そうそうそう。うん。なんかまあテレビだからなのかなと思って。うん、で、パンって終わって、そしたら、うん、次のその動画が始まったのよ。おー、はいはいはい。バリーホワイトの。うん。多分その関連動画的なもので、うん、で次がね、うん、
アルメニアのライブだったのかな、おうおう、バリー・ホワイトの、うん、でそれもちょっと見てたんですよ、うん、そしてやっぱそれもちょっとスタジアムじゃない、ホールかな、割と大きめのホールで、うんうんうん、でやっぱあのすげえフルオーケストラのスタイルで、はいはいはい、あのいわゆるもうそのテレビショーと同じスタイルでやってるんだけど、うん、もう1曲目から客席なだれ込んでたからねすごいね、降りてってた、そう降りてって、降りてもう間のなんていうの、まあほら客席と客椅子と椅子の間にこう道がある、はいはいはい、うん、そのあたりでこう歌って、うん、で1曲目が終わっちゃうんですよ、前にもステージにたどり着く前に、うんうん、終わっちゃって、で合図出してこう、うん、バシバシって結構合図出して、うん、終わらせて、二曲目が始まったと思ったら、うん、ずっと客席にいるっていう、ね。だから、ね、またずっと練り歩き始めるっていう。いや、多分、うん、だからバリー・ホワイト早すぎたダイバーだったんじゃないかなと思うんだよね。あの時代の。キングブラザーズみたいなこと、ね。そうそうそう。あの時代が、そう、そうそう。時代がちょっと早すぎただけで、やっぱり、うんうんうん、あの、そのメンタリティとしてはもうだいぶ、と同じですよね、こう客席に立ってるの ね。もう一緒にこうなって楽しもうっていうさ、うんうん、でライブ、ああいうほら音楽がどっちかというと綺麗な音楽じゃない、そうだよね、でラブソング推しでさ、うん、だけどライブになるとあのこう一体感というか、うん、濃厚さを、いやあれはなかなかね、で俺バリー・ホワイトはね、うん、今年来るんじゃないかなと思ってもうね、もうだいぶ何回も来てるわけですよ、思うんだけどね、何回も来てるんだけど、もう何十年も前から、もう一回来るかな、もう一回、もう3回か4回目ぐらいは来ますかね、ああなるほどなるほど、ほらだってやっぱりさ、うんうん、曲はすごく美しいし、うん、曲いいんだよね、でね、すごい曲いい、うん。ドラムすごいかっこよくて。かっこいいんですよ。ダチイチとか入りまくってさ、うん。そう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 、ファンキーだしね。ね。そうなの、そうなの。俺なんかレコード持ってたの、イメージで、多分、すっごい昔買ったイメージで、うんうん、オーケストラすごいなっていうイメージだったね。そうだよね。あの、オーケストラがすごい、ディスコみたいなイメージだよね。当時はね、最初の頃はね。で、結構そのライブを見終わった後に、結構音源も、うん、ファースト、セカンド、サードぐらいまで聞いたんだけど、うんうん、ドラムがすごくて。そうだよね。ファンキーなんだよね、リズム隊がね。そうそうそう、そう、うん。音像も結構、なんていうの、もっと歌と、うん、こう、ストリングスが前にドーンって出てんのかと思ったら、うん、ドラムが真ん中にいるみたいな。ああ。だからダンスミュージックでは絶対あって、うんうんうん、だあのダンスミュージック感と、うん、あの、やっぱ、美しいメロディーと、うんうん、あと、ラブソングあれだけど、押して歌ってるのに、うん、あの、愛くるしいっていうところが、そうね、すごく今的だなと思って。そうだよね。あの、キャラクターっていうかね。そう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 。あの、うん、ディフォルメしやすい、あの、ルックスも含めてね。なんかみんながこう、好きになりやすいというかさ。うんうんうん、あれが多分、うん、例えば、サム・クックとかさ。うん、マービン・ゲイみたいに。とかね、うん。だったらちょっともろじゃないですか。そうだよね。見た目もかっこいいじゃないかよっていうね。そうそうそう。まあそれはきっと女子、うん、女の子はすごい好きな感じ、うん、セクシーだなっていう憧れはすごくアピールすると思うけど、うん、みんなから、うん、あれだけこう、なんていうのかな、濃いラブソングを歌っててみんなから愛されるっていうところにね、うんうん、これちょっと今的だなとすごく思ってね。なんか嫌味がないんだよね、多分ね。そうね。ちょっとナルシスティックな感じをあんまり感じないっていうかね。あ、そうだよね。そうそうそう。まあ、ご本人的にはそうなの、そういうとこあるんだと思うんだけど、うん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 、あんまり、この、なんつうの、こう、自己陶酔感を感じないじゃないですか。なんか、バリー・ホワイト。そうだね。うん、ライブ見てるこっちはね。そうそうそう。なんか、ただ、ただ、見つめてても楽しいみたいなさ。あ、そうそうそう、そう、うん。こう、ちゃんと見れるっていうさ。そうそう。あ、そういうだから、うん、うん。あの感じを多分ね。来ますかね。池田くんがやると思いますよ。池田くん、ね。歴史の。ちょっとなんか。確かにそうだね。もう、愛くるしさで言えばね。そうだよ、ね、そうだよ。バリーホワイト、ちょっとキュッとちっちゃくしたらもう、うんうん、歴史池ちゃんみたいな感じになる。そうだよ。多分、池ちゃんも、うん、ほら、結構ライブね、大きいところでやってるじゃないですか。うんうん、うん。そろそろ多分フルオーケストラで、あ, あのパーマで、うん、こういう、髪型で、やっ
して今年バリーホワイトブーム来るんじゃないかなっていうのがね。歴史ブームじゃないんですかそれ、結局。歴史を通してのバリーホワイト。で、ほら、まあね、バリーホワイト再評価みたいな、うん。再評価ね。まあ。星野くんからこう、うん、みんなマイケル・ジャクソンもう一回聞くみたいなさ。そっかそっか。あったじゃないですか。そっかそっか。細野さんとかでもいいんですけど。なるほど、なるほど。だから、ね、歴史からのバリーホワイトが。いやー、来てほしいね。今年来ちゃうんじゃないかなっていうことですね。来てほしい。来るでしょう。来るね。いいんで、これだけいいんですから、本当に。みんなぜひ見てほしいんですけど。そう、いや、本当になんかね、うん、ちょっと、だから、俺はもっとこう、ストリングスバリバリ、愛のテーマとかさ。はいはい、そう。ね、一番。あれ、そういう感じじゃん。インストだし、うん。うん。あのイメージだったんですけど。うん。ちょっとイメージ変わりました。本気だなって。変わりました、うん。素晴らしかったですね。はい、はい、はい。な感じで、そういえば、もう一つ話題が出てた。発酵キャベツ。発酵キャベツを作ってみたんですよ、僕も。やったんですか？で、おとといの昼午前中に作り始めて、うん、今ね、持ってきたんだけど、まあ、シュー君には見えるんですが、うん、このね、うん、まあ、密封ビニールあるでしょ？はい。ジップロック。ジップロックにキャベツを刻んでさ、うんうん、で、塩を入れて、で、うんまあ、自分なりにちょっとネットを調べたら、少しだけ水を足すと。はい、あ、そうね。そうそう、水足しても大丈夫です。あ、いいんですか、うん、で、入れて。いいです、大丈夫です。うん。うん、で、今ね、ちょうど今、40、もう50時間過ぎるぐらいだと思うんですけど。なるほど、2日ちょいぐらいか。2日ちょいぐらい。今、この状態で、うんうん、まあ、ちょっとね、怖くて、量少ないんですよ、うん、キャベツの。これ、でも、いや、うん、これ、ラジオを聞いてる皆さんにお伝えしたいんですけど、ジップロックでこれ全量なんですか？全部なんですか？え、ジップロック量はこれ全部、うん、全部これで全部少なすぎですか？これ少なすぎでしょ。ちょっと瓶にこういかないと。あ、そうなんだ。これはすごい、いいですね。それでこれは、うん、ブクブクしてくるって言ってたでしょ。あ、うんうん、泡ね。確かにね、その小ぶりな泡はちょっとずつ、うんあるんだけど、うん。これね、見た目的に、完全にこれ、うん、腐ってんじゃんっていう、ね。人気が悪い。ビニールの中で、これキャベツ腐っちゃったなっていう、いや、腐ってない。まあ、印象なのね。印象だったんですよ。全然、全然、今。いいんですか？ね、画面越し見てますけど、全然、うん、まだまだいけます。まだいけます。これもうちょっと寝かした方がいい。もう1日2日いけると思うな。これでね、で、うん、もう少し僕のイメージだと、なんていうの、うん、ちょっと炭酸が入ってるみたいにさ、シュワ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 してくるのかなと思ってたんですよ。泡がね、勢いよく。うんうんうん、じゃ全然そんなことなくて、うん、泡がたゆたってる状態ですよ。泡が。いや、ていうかね。うん。これ、それで、あれですよ、うん、うん。でね、うんうん、見た目が結構どっちかな、うん、どっち、これ、漬物ですって言われたら、うん確かに漬物でもそうかと思うんだけども、うんうんうん、まあ最初から見てる自分としては、これ、まあだから本当腐りかけだなっていうイメージで、これをね、で、うん、もう怖いんだけど、ちょっと匂いを嗅いでみようと思ったんですよ。今日のお昼前に。はい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 。匂い嗅いで、うわーってなるんだろうなと思ってね。うんうん、試しにもう恐る恐る嗅いだら、うん、匂いはね、キャベツの匂いなんですよ、うん、まだ。おー、あ、じゃ全然いけてますよ。ってことは、これ発酵がまだ進んでいるという段階ってことですか、これは。うん、むしろ発酵し始めたぐらいかな。し始めたぐらい。あ、じゃあ、まだ1日2日かかるということですかね。そうですね。昨日と、うん。昨日はそんなに暖かくなかったじゃないですか、確か。はいはい。気温がね、高くなってくると、うん。うん、やっぱ発酵の進み具合が早くなるんですよね。あ、なるほどね。室温も、そうそうそう、室温、気温が大事。そう、そうなの、そうなの。なるほど。だから、うん、夏場とかは結構は、1日とか2日でも、ギリギリになっちゃうんだけど、ね、うんうん、もっとぷくぷく、もっとぷくぷく、いくはずです。でも、うん、一つ僕が言いたいのは、ええ、そのジップロックで、その少量を作ってる人は、これね、初めて見ましたよ。多分量にしたら、キャベツの千切り30グラムぐらいですね、うん。なんかそれ、ジップロックにね。ね、一番ちっちゃい、10センチ四方のジップロックに、下、うんうん、下に、約2センチ幅でキャベツが入るぐらいの量です。これだけ僕が慎重になったってことなんですけどね、これね。
それ最初のペヤングのキャベツいっぱい集めた人みたいになってますペヤングレベルじゃいかんと。いっぱい集めて。ペヤングレベルじゃいかんのと。これでそんな箱を進めようってのはね。あだ。これ100年早いわ。あだ。100年早いわ。何にこらタココラですよ。そんな感じで、今週。でもね、そう、もうちょっともうちょっと。もうちょっとですか。待ったら、もうちょっと。来週、その。ちょっとじゃあ来週、このまま来週行ってみますよ。行ってみますよ。うん、どうなるか。行きましょう。ちょっとね、動画なんかも撮ってるので、ここからこう、ちょっとずつ発行していく様子をね、何かの形で報告したいなと思ってまして。これはね、見てほしいな、今のこのジップロックは。これ僕今月一番笑いましたよ。相当笑いに飢えてらっしゃるけど、それ。ね、まだもうそんな経ってないですけど、今月ね。かなり笑いましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、まあ、こんな感じでまた、じゃあ、来週報告に返させていただきます。また来週。はい。ということで、また来週。